こんにちは、シェアピクリエイターでエンカウントアドバイザーの妻木です。動物さんとの幸せ共有体験、シェアズハピネスウィズアニマルズを略してシェアピの楽しさと作り方をお伝えするシェアピテレビ。シェアピ式の動物への楽しみ方は、飼育員さんが動物さんのために用意した選択肢を知って、動物さんができることが増えてよかったなぁとシェアピることです。ということで、福岡県にあります大牟田市動物園を取材させていただきました。ありがとうございます。そして今回は飼育員さんがキリンさんの寝室に枝葉をつける工夫について取材させていただきましたので、ぜひご覧いただいてシェアピっていただければと思います。この枝は どうやって用意してるんだ？これは、切ってます。だいたい園内とか、あとは近隣住民のお宅に切りに行かせていただいたりとかっていう感じで枝葉は調達してます。なるほど。これを寝室につけると。これはマッハで食べるよね。はい、これ一番好きなやつなんで。何それ？えのきです。えのきが好き。お邪魔しますよ。鎖でつけます。リン君大満喫。これどんくらい持つの、時間的に？10分15分。さすがです。さすがのパワーでございます。いいね。でもあるとないとじゃ大違い。よかったね。さあ、今日プリンちゃんどうかしら。ね、プリンちゃん結構食べたからね。え、あんな食べたから。これ枝葉付けは何が大変？付けるのは全然大変じゃないです。本当、はい、切ってくるのが大変なんで。そうなんだよね。切っても落ちないんだよね、引っかかって下に。ほら、あ、まだプリンちゃんのじゃなかった。つける前に1回測って、うん、食べ終わった後にもう1回測って、うん、あ、食べたよ、はい、これでも確認するんだ。うわー、さすが。へー、つうかプリンちゃん食べるんだ。あんなに食べてたけど。いいよいいよ、素晴らしいよ、食べるの。そうなの。ちなみにね、地面は砂で、テントの滑る事故も恐れなし。いいね。すごい勢いですよ。お、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 届く、届く？お、お、お、ちょ、ちょ、ちょ、微妙なとこだったね。下行ってみようか。すごい勢いだね。2本ずつつけんの？そうですね。うーん、サイズにもよりますけど、もうちょっと小さかったら2で4本つけたりとか。へえ。毎日でしょ？毎日です。おー。
よく食べる、あんなに食べてたのにまだねえ、なんかお腹いっぱいですみたいな顔してたよね林でねそれとこれとはまた別腹なの ね、いいね、やっぱ寝室長いもんね。そっか、4時半ぐらいから9時ぐらいまで長いね。でもこの砂の上で座って寝てるなって感じ。はい、ね、いいねこれ。あれでフィーダーもあんだよね、あの上ね。フィーダー、はい、フィーダー、フィーダー、あ、フィーダー、うん、あれはフィーダー、あれフィーダー、あれのに、なんだっけあれが入ってんだ、ペレットが入ってる、ペレットが、はい、それももう朝までにはなくなっちゃう感じ。あ、もうすぐなくなる、すぐなくなる、すぐなくなるのか大変だな、キリンさんの週末でも。じゃあ食べ終わったら寝てんのかしら。あっと、牧草に行きますね。ああ、そっか、まだまだ、そうだよね、食べる量がたくさんなんだよね。食べたり半数始まったりみたいな感じで。ああ、そっか、半数もするのさ。あれ暇でうろうろするってキリンさんはやるの。まあやりますね。あ、やるのか、はい、そっかそっか。でも夜はそこまでそんな感じの行動はそんなにはなかったですね。何時間ぐらい座って寝るの。トリントリンではちょっと違いましたけど、うん、3時間が多分それぐらい。あ、そんなもんか。そうだよね、そんな爆睡できないんだよね。そこから完全に睡眠の姿勢に入るのはもう 1、2分。大変、まあ、そういう生態なんだもんね。でもね、そうですか。キリンさんって目がいいの。目はいいですね、やっぱいいのか、はい、なので朝ここから外に出て行ってもらうんですけど、うんうん、そしたらだいたい7箇所ぐらいにこうつけるんですよ、うん、エラーを。うん、7箇所こんな感じでいろんなところにつけて、うん、なのでリン君とかは、うん、とりあえずここにまず出てきて、うん、全部見ます、ここで。あ、そうなんだ、はい、どこに何がみたいな、はい、ですね、やつどこに目が引くって。へなるほどね、はい、さっきつまずいたから足元はあんま 見てないっていうか。あ、真下は、うん、あんまり、はい、だから真下に入られるとか結構嫌がります。あ、顔の下になって、そうか、そうだよね、そう、遠くが見れればいいんだもんね、はい、ライオンさんとか来たなっていうのは。よう食べてよかったね。